なぜだ。ここで俺が負ければ全てが。それとも俺のただ一つの望みは否定されるのか。もう限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ、まだ俺は彼どけ吹雪。彼、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。僕は黙れ。でももういい。もう十分だよ。僕は、僕もアリスも君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ。僕たちはこの世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど受け入れよう。ここで生きていこう。彼、頼む。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って、私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。大切な人にもう会えない辛さは俺にもわかるよ。だから納得してくれなんて言うつもりはないけど、だけど俺はこの世界の未来を閉ざしたくない。絶対に譲るわけにはいかないんだ。過去を改変しても望む結果が得られなかったから、これまで何度も繰り返してきたんでしょう。もう終わりにしたらどう。あなたのことを大切に思っている人のためにも。彼、未来を、この世界の明日を一緒に作ってほしい。そうか、ここが果てというわけか。ならばそれも一つの選択か。協力してくれるんだな。お前たちの希望は叶えてやる。彼だが、クナドゲートをただ消滅させるだけでいいのか。吹雪、お前なら可能性に気づいているだろう。それはカイとスメラギが実行しようとしていた断絶の帯をクナドゲートに吸い込ませる計画か。なるほど。クナドゲート消滅のついでに厄介者も道連れにしようというわけか。だけど兄貴の計画は実現不可能だぞ。
俺の超能力で断絶の帯を動かすなんてことは。私とユイトの重力操作能力ね。確かに二人でやってもそこまでの力はとても。荒はばきを利用すればいい。確かに荒はばきが生体コンピューターなら脳をサスでつないで超能力の底上げが可能かもしれない。可能だ。荒はばきはあらゆるシミュレーションを数百年かけて試し続けてきた。アリスを怪異にした断絶の帯を君も消滅させたいと考えていたんだね。しかし荒はばきで増幅される大出力にユイトたちの脳が耐えきれるのか、危険すぎるぞ。やってみせるよ。少しでも可能性があるならやるしかない。理論的には可能なんでしょう。だったら試すべきね。ならすぐ準備にかかろう。荒はばきを使うにもいろいろと手を回す必要があるからね。カレンの身柄は僕が預かろう。私たちはクナドゲートのところへ行きましょう。これって俺の先祖はカレンだったってことになるのか。ユイト、今行くよ。念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。カレンの準備も大丈夫だね。荒はばきとの連結もオペレーションするけど、今回は俺たちもサスをつないで協力するからな。頑張ろうね、カサネ、ユイト。僕たちもサスで二人をサポートします。必ず成功させましょう。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。俺は必ずうまくいくって信じてる。私たちならできるわ。これまでも何度も力を合わせてここまで来たんだから。荒はばきへの接続準備整いました。それじゃあ始めるぞ。荒はばき、サス接続開始します。これが荒はばきの。くそ、なんて力だ。レスキューは飛び、そう、断絶の帯まだ動きません。なんとかするんだ、この力を制御。お前たちは断絶の帯に集中しろ。荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。分かった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。
急速にクナドゲートに吸収されていきます。すごい断絶の帯がどんどん消えてく。うまくいった。ありがとう、カレー。断絶の帯はもう大丈夫そうね。ならこのままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ、レッドストリングスに集中して。そう、これで最後だ。ユイト！おい、カレン。やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろ。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが最後の跳躍だ。勝手なことを。カレン！イエさん。何が起きたんだ。見て、クナドゲートが。綺麗だ。私たちやったのかしら。クナドゲートが消えたということは、兄さんは。ルカ、さっきの赤い糸の洪水はレッドストリングスだよな。ってことはカレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが
消えた以外にも？あっ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞ、ハルカ。遅いわよ、お兄ちゃん。もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ。断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが。うん、新しい未来を救ったんだな。君にも見せたかったよ。今調べられる範囲だとこのくらいね。もっと詳しく調査してみるべきではあるが、私たちが知る歴史とおおむね一致はしているようだ。だけどこれ、吹雪連隊長、断絶の帯が消滅したと各所から報告が上がっています。それにクナドゲートが急に消失して、一体何があったんですか？詳しい報告は追って行う。まずはニューヒムカ星。吹雪、あなたも来てたの？何？そんなに驚いて。ほら、花火も一緒だったのね。え？アリス、君は、いや、まず確認したいことがある。カレンのことだけど。カレン？カレンって誰？この前から相談していた件について、準備ができたから明日にでもクナド高速へ行こうと思っている。もしよければみんなも来てくれると嬉しい。天気は関係なくダラダラしているだろう。遠慮しておく。僕はそういうものに頼らない主義だ。じゃあ一緒に行かないし、熱中しちゃったよ。楽しそうですね。その記事出たら教えてくれよ。準備すればいいでしょ。じゃあ俺も一緒に行くぜ。ユイト、ごめん遅くなったか。で、まだ吹雪連隊長は来てないんだな。ま、全員揃うまでのんびり待ってようぜ。今日は花見でもしたくなる天気だしな。吹雪連隊長、遅いわね。ところで、みんなとは話さなくていい。ああ、大丈夫。すまないみんな、待たせてしまったようだね。こうして全員が集まるのは久しぶりね。みんな変わりないみたいで安心したわ。大した時間は経っていないだろう。むしろ忙しすぎてあっという間だったよ。ああ、休みたい。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。マジお疲れ。この辺りの会にも特に変化はないようだな。
断絶の帯が消えて新たな怪異は降らなくなったが、地表の怪異が急に減るわけもないか。ああ、俺もまだまだ退役はできんようだ。そうだよ玄魔、私たちはこれからもみんなを守っていかなきゃだしね。怪異予報も地表の怪異の分布を観測するシステムに変えていくって話みたいよ。いろいろ少しずつ変わっていくのかな。さて、それじゃここへ集まった目的を果たそうか。これでいいかな。みんな、今日はありがとう。彼のために。結局、カレンのことを覚えているのは私たちだけなのね。世界が変わって、だけど俺たちだけはその改変からは例外になっちゃったみたいだな。まさか自分の存在をなかったことにしちまうとはな。望み通りに世界を変えた代償なのかもしれません。兄さんは代償なんて思っていないだろうけど、僕を一人っ子にするなんて本当に兄さんは勝手だよ。僕たちが覚えている限り、カレンがなかったことにはならないよ。この世界に確かに彼がいたということを僕たちはちゃんと知っているんだから。はい。さて、じゃあぼちぼち帰りますか。どうせなら周辺の怪異をある程度討伐しながらキロに着くとしよう。はあ、相変わらず真面目だね。自分から進んで仕事を増やすとは。ユイト、超能力の方はどうなの？今のところ大きな変化はないかな。もう少し海抜群を続けて落ち着いたら退役するよ。その後は？やりたいことはいろいろあるんだ。俺みたいなベルペッパーでも生きやすい世界にしたい。世界を変えるなんて大げさかもしれないけどさ。それから親父たちがやってきたことにも向き合いたい。俺もやっぱりスメラキ家の人間だから。あとは重粒子のことも気になってる。重粒子？断絶の帯はもうなくなったでしょ。ああ、でももともと宇宙から来た物質なんだろ。大元が消えてないならまた飛んでくるかもしれないし、だから重粒子をもっと詳しく調べて怪異化を防いだり治す研究も続けていくべきだと思う。あなた、そんなことまで考えていたのね。じゃあ政府に関わっていくことになるのかしら。やっぱりそういうことになるのかな。でも俺政治家向きじゃないし。そうかしら。最近のあなたなら割と向いていると思うけど。本当かよ。向いてるかはわからないけど、俺大学に行こうとは思ってるよ。政治をちゃんと勉強したいんだ。親がそうだったからとかじゃなくて、ニューヒムカを変えるために。重ねも決めたんだろ？ええ、行くことにしたわ。月へ。そっか、ずいぶん距離は遠くなっちまうけど、それでも同じ世界にはいるんだもんな。私たちはいつだってみんな一人よ。
っても一人だからつながれるんだって知ってるもの。どこにいてもそれは同じ。重ね、俺これからもここで生きるよ。